では番組をそろそろ本格的に進めていきましょうかね。テレビアニメからかい上手の高木さん特番、からかい上手の生高木さん、スタートって言ったらスタートだよ。というわけで本当に始めるよ。今度こそ本当にスタート。ハラコノミです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ココちゃんって呼ばれてるっていうのをさっき聞いて、うんうん、だから私もココちゃんって呼んでいきたいなって。ぜひ。やったー。私もリエリーって呼んで。はい。リエリーとココちゃんでお届けします。お願いします。やったぜ。そもそもそのからかい上手の高木さんが、うん、あの原作山本総一郎先生による、うん、からかい青春コメディコミックというジャンルになるなんてね、うんうんうん、で月刊小学館さんで発行されている月刊にて、まあ大好評連載中で、つい先日最新発刊が発売になりました。わー、新刊出てました。やった。あ、買ったとありがとうございます。でそのあの最新刊には実はね、このフィギュアがついてる特装版があったりとか。これすごいの。さっきココちゃんすぐ見たよね、あそこ。あ、これけしからんですよ。何がけしからないの。けしからない。あ、よっ、ね、見えるの。あ、これさ、ちょ、なんかさ、懐中電灯とか照らしてみたらもっとわかると思うんだけど。いや、ダメだけどさ。いや、なんかあのね、発色がすごいの。これね、買った人はぜひ見てほしい。で、あの今目の前に見えないけど、その色を指定したスタッフさんがいるんですけど。本当、もうそういう趣味なんですね。そこが好きだったんですね。なるほど。いや、これ素材いいよ多分。これ絶対、いや本当にちょっとね、あのテロテロするいいやつ。そう、女の子だからわかる、うん、なんかこれいい生地。皆さん妄想してください。はい、これ見てほしいな、みんなにって。私が言うのダメだけどさ。いやいや、まあまあ、そんなすごく素敵な色味をねしてるのをココちゃんが発見しましたという話でした。はい、はい。